これがねめちゃめちゃ可愛い。いいでしょこれだけ。ぽよぽよ漬けです。皆さんおはようございます。ヘアメイクアップアーティストの永井香織です。今日は Get Ready With Me ということで、今日は、自宅で仕事に行く前の支度風景をお届けしたいと思います。 Get Ready With Me スタート。はい、ということで、しっかりすっぴんで待機しておりました。ここから仕事に行くためのヘアメイクをさささっと終わらせていきます。私はやっぱり超時短派です。というか、あんまりこう朝すごい早く起きてゆったりと支度して素敵な朝時間をっていう感じ、憧れるんですけれど、あまりそういうタイプではなく、結構スピーディーに時短メイクと時短支度で特急で出ていくっていうタイプになっております。今お肌はスキンケア終わってます。 UV も終わってます。なのでここからちょっと色つけていくんですけど、一番初めトーンアップさせます。じゃん。はい、エンドバイオンリーミネラルのミネラルトゥルーベースルミナスっていう、すっごい肌が明るくなる、トーンアップベースをいつもこういう感じで直撃で塗っております。すごく保湿力のある下地なんでね、スキンケアというか、まあ、ベースメイクなんですけど、スキンケアの延長で、UV の後も流れではといつも言ってます。めっちゃ明るくなるじゃんということで、今心配してる方もいるかもしれないんですけれども、透けるような白さに、仕上がっていくので全然安心しててください。大人だからこそトーンアップの威力をめちゃめちゃ感じてます。私、肌を明るくして可愛く見せたいとか、ピュアっぽくとか、なんかそういうニュアンスよりも、はっきり言って潔くこのくすんできた大人の肌をヘルシーに見せたいという、ただそれだけでございます。どうですか、すごい量結構塗ったでしょ、ね、ミラーレスで塗ったんですけど、すごい馴染んだと思いません？結構な量を 直撃でね塗ってるんですけれども、いつもこんな感じで、トーンアップ下地は私の中で、私今日の朝もすごいいい感じで透明感出てて、すごくいい眠りをしました。元気いっぱい健やかっていう肌に、まあ見せてくれる、こうやって一回トーン上げるとすごく気分感落ち着くんですよ。やっぱトーンアップしたり大好きだし、 N 倍でもその大人の方でも使える保湿力の高い、そして白浮きじゃなくて透けるような、まあ、白っぽ明るさをもたらす潔い下地作りたかったんで、もうほらこんな入ってないよ、これもピッピッピッ大好きです。首までいきます、マストです。なんかイベントとか動画とかに出させてもらうときは、首&耳&手にもいつも塗ってて、髪をアップにするときとか、首の後ろまでトーンアップベースを塗るので、アシスタントの小沢ちゃんに手伝ってもらいながら、もう私の肌はこれだけ、くすみ知らずよっていう感じで、全部出るとこに塗ってます。じゃあ次、これエヌバオンリミナルのシグネチャーパレットっていうのがあって、これすごい使える時短メイクに最適なアイテムです。ここにマジックっていう、小鼻とか小鼻周りの頬の毛穴を埋めてくれるスムーザーが、まずここの一番白いやつついてるんで、これで毛穴を埋めます。トン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 。でその横にコンシーラーがついてるんで、今日肌はこれだけです。スポンジはいつもの大好きなロージーローザバリュースポンジダイヤ型 6P、 これでいっちゃいます。すごい早いです。でやっぱマスクするんで、主に顔のそのマスクから出るところを中心にベースは仕込みます。マスクの中はね薄め、こんな感じ。これ見ながらみんなも比較してくださるんだよね。手つき見ててください。トン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 叩いて厚み出してます。滑らせると薄くなります。なので目の周りのクマとかシミのところは叩いてます。どう、良くないですかこのコンシーラー。なんかねワンカラーだけなんですけど、なぜか私の肌にみんな合うわと言ってくださる、すごく不思議な現象が起きています。薄くしたいとこツンツンツン、
ちょっとシミのとことかニキビできました、吹き出物か。今ね、ゆらぎ時期、私は肌そんなに弱い方じゃないんですけど、やっぱりね、春の季節の変わり目はこの周りと、あとおでこさん、おでこさんもね、痒くて痒くて、最近まですごいいろいろできてました。いいでしょう、これだけなんだけど綺麗でしょう。なるべくね、仕事の時はあんまり厚み出したくないです。崩れたら嫌なんで、はい。で、この横に大人気の前のチークのチャンスっていう色がセットされてるんですね。これをそのままこのスポンジで、スポンジにファンデがついてるとこでチークを取って、それでやるとチークがマイルドになるよっていうのをすでにもう公開済みの YouTube でも出てると思います。この色可愛いんだよ、見えるか、ちょっとブドウみたいな色で、チークが濃くなった、それからチークをやってる時にシミが出てきたりしたら、そのままコンシーラーで隠せるからね。これね、なんかマルチパレット1個あると便利ですよね。これ旅行とかもこれ1個でいけちゃうからね。色出てるかな。チークはマスクからこぼれたいんで広めです。肌できてきました。もういいよね、すごい強いかでしょ。そして、もうこのままこのカラーとかアイカラーになるんで、ちょっと肌に、まぶたにぶどう色つけとこう。 N 倍ね、マルチコスメなんで顔中いけます。ぶどう色結構眉下までのせてます。あと私のすごい最強時短技、今もつまりこれ触って、これ触って、これ触ったらまたこれを触ってやれることを全部やっつけたいんですよ。今これでチークやったじゃん、それでアイシャドウもやったじゃないね。そしたらね、このね、赤みを眉にも入れたいと思います。スクリューブラシです。横着してここの後ろでやってみよう。スクリューブラシにこのチャンスの赤みクリームを取って、眉下の肌を染めます。見て、眉毛っていうより眉下の皮膚を赤みで染めちゃいます。赤みっていうかぶどうみね。ほら、するとさ、カラー眉ができるわけ。ほら、うわ、見えてる、すごい見えてるということで、うん、目はもうちょっとそう、今チーク&アイ&眉が同じ色、ぶどうちゃんで仕上げました。このパレットだとさ、こうやってやってる最中にも気になるものが登場したらすぐカバーできるんだよね。ゲイン。結構もう肌とか大体ができてきたんで、ビューラーいきます。あのね、やっぱね、あの今の私の目見てください。朝はくすみも気になるけど、まぶたの重さもすごい気になるから、まあ、のビューラーは必ずやります。ビューラーをやるとまぶたが引き上がるじゃん。まつげを可愛く見せようと思ってるんじゃなくて、まつげを上げるとその後ろにくっついてるまぶたも引き上がるじゃん。だからこうなるんです。目が開くっていうか、まぶたが引き上がっても目が全然大きいじゃない。だからまつげが可愛くしたいとかじゃなくて、まぶたを引っ張りたいの、ただそれだけ。それで私が大好きな、じゃん、キャンメイクのクイックラッシュカーラーです。キャンメイククイックラッシュカーラー透明タイプをすかさず塗ると、このまぶたを引き上げる、まるでひさしの役だよね、まつげって。ここのまぶたがギュ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 ってなって、この人が絶対下がらないようにがっつり固定するのが、このキャンメイククイックラッシュカーラー透明タイプになっております。この透明タイプをつけてる間、これが乾いたらこのひさしがずっと上がってるからね、それまぶたもずっと一緒に持っててくる。で、この透明タイプをやってる間に他のことをやっちゃうと早いです。アイラインとかだ、じゃん、セザンヌのジェルアイライナーのグレージュっていう色が出たんですけれども、これがね、めちゃめちゃ可愛い。見える？こういう色なの。柔らかくて硬い、柔らか硬いで、すごい引きやすいし、色味がもうとにかくどんなにあのラフにグリグリやろうが全然、うん、くどくならないし、抜け感が出る。まつげ今日差し乾かし中なんですけど、ちょっとあの横からずいずいと攻め込んで、上とか横から攻め込んで、あと下も私はちょっとアイラインいつも入れるんで、
で下のラインをさ黒とかでやるとやっぱりなんか逆に目が小さくなったりとか、あと抜け感がないよね。で茶色は茶色で優しいんだけどなんか締まんなかったりとかってこともあって、このセザンヌのねこのジェルラインのグレージュカラーめちゃめちゃいいです。ちょっと目が私起きてきましたね。最初のうちにこうぼかしておけばぼやっとぼやけますし、馴染んだらこれ全然ね落ちない。あーもうこの色はねもう黒でもない茶色も飽きた、目力欲しいけど抜け感欲しいっていう方には絶対マストハブな、アイテムだと思ってます。目が起きてきたぜ。それでまだクイックラッシュカーラー乾かしてる間にやることがあります。じゃケイトのこちらデザイニングライナーという最新のものなんだけれども、このぼやけている感じ、薄墨の描けない、どうやっても描けないこの影色ライナーがめちゃめちゃ使えるという話です。影色ライナーって何する、いろんなことできるんですよ。まずは赤み眉毛、色だけ乗ってるけど私まだ描けてるんですよこの辺ね。なので眉毛の描けをこの影色ラインでちょっと足して、まあリキッドアイブロウみたいに使うんだけど、結構リキッドアイブロウも濃いものが多いんでやりすぎるとあのちょっと強く出すぎるから本当に影になってくれるので、思い切ってこれ濡れてるリキッドなんだけれども、かけない、描いても描いても描けないっていう薄墨なんで、大胆に怖がらずに入れてってもらいたいと思います。私はいつも眉毛と、あとここのね、涙袋の支えをいつもやるんですよ。見ててね。ここで、わかりますか？わかります。涙袋の支えを入れた方は、やっぱりここが狭く感じません？目がね、涙袋ふっくらするんで、こういう影色ライン便利ですよ、眉毛して。あとちょっとこの辺のね、薄いとことかも、こことかも描いちゃって。キャンメイクのクイックラッシュカーラー乾いてきたかなと思うんで、そしたら好きなマスカラを塗ります。今日はグリーンのマスカラ塗ろうかなと思います。ヒンス、よいしょ、韓国コスメのヒンスの緑のマスカラ塗ろう。マスカラは黒も茶色も使いますけれども、なんとなく気分で変えたりとかもして、朝バッとこの段階でカラーだけセレクトします。下まつげは黒が好き。これはエクシアン。ねえ、皆さんメイクするとき何を考えていますか？私は結構もう無意識で、さっきみたいにもうルーティーンがある程度決まってて、マスカラのとこまで来て色変えようとかっていう感じで判断するんで、それまでは結構いつも決まった流れでバーってくるからもう無意識です。上まつげのマスカラの色も考えるし、あと最後リップだけは、結構やっぱりどうしようかなって考えます。今日はこれちょっと上げ上げで、じゃーん、かわいい。バレンティノビューティーが日本に上陸しましたので、バレンティノらしい真っ赤のリップで、いきたいと思います。こういうね真っ赤なリップね、がっつりつけると危険なんで、ちょっとぽよぽよ付けでわやわやつけて、まんま好きって感じ。うん、いい感じです。 OK。あとは、まあ、その日、どのぐらいこう崩れたくないかっていうメイクの強度を考えて、最後にフェイスパウダーを、するかしないか、あとどんだけつけるかっていうのを判断します。みんなの大好きな、ナーズ、ライトリフレクティングセッティングパウダー？プレストタイプ？今日はそんなにがっつり、なんだろう、最強の崩れないメイクじゃなくって、目周りだけ、落ちなきゃいいかなって思ってるんで、目周りだけフェイスパウダーしとこうかなって思ってます。目周りと T ゾーンかな。だからのせる色とかフェイスパウダーの量とかは毎日ちょっと変えてるよね。で、気合を入れたい日なので、今日はしっかりとちょっと顔を引き上げて頑張るぞっていう感じで高めでいこうかと思います。
あんまり乾かすときとかもすごい櫛とか通したりとかあんまりしないし、ブローとかでツルツルにもそんなにしないタイプです。だからボリュームが出ます。今日は丁寧な方だな。今日やったメイクどうですか？みんなも参考にできそうなのもあったかな。ね、アイテムが多ければいいってもんでもないしね。なんか効率よく毎自分のねルーティーンが完成されてくると、そこになんかこう味付けしたり足し引きして、毎日ちょっとした変化も出せると思うんで、アクセスつきましたってな感じでした。こういうことでいいんでしょうか？ちょっといろんなバージョン、あともう少し簡潔にお伝えできるバージョンとか、いろいろ頑張りたいと思いますけど、どうでしたでしょうか？皆さんもお決まりのルーティーンとかがあれば、ぜひコメント欄で教えてください。そして今日の動画がいいなって、よかったよって思ってくださった方はグッドボタンをぜひお願いします。そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまたねー。